いや、関西版ウェブをご覧の皆様、こんにちは、ひとみといです、私は梅雨明けと同時にエクスタシーというアルバムをリリースしました、前回のザ・メモリーホテルから2年ぶりぐらいのリリースですが、満を持してドナツ、夏夏アルバムでございます。プロデューサーにトラックメーカーのドリアン君をお招きして1枚丸ごと2人で、ガチンコで作った渾身のエクスタシーです。このアルバムはですね、大人だけじゃないですけど、ラグジュアリーなリゾートをイメージして突き抜けて気持ちいいものを作りたいなというところから、最近はずっととてもコンセプチュアルに、脚本を作って、そこから映画のサントラを作るがごとく、一曲一曲作ってたんですが、今回は、そういう脚本ありきじゃないというか、まあ、それあの普通の作り方ってことなんですけど、そんな感じで、ドリアンと開放的な一枚を目指して作りました。まあ、2人で基本的に作ったんですが、セロの高木くんに1曲作詞で参加してもらってます。レッド・イット・アウトっていう曲なんですが、そうね、高木くんの独特なあの作詞のもやっとしたあの色気がいいなと思って、その友達でもない恋人でもないもやもやみたいな感じの世界観で一曲書いてもらいました。それもとっても素敵です。で、 MV ももう公開されてますが、またジャケも、そうですが、三浦海岸で撮ってます。ジャケの表一もかき割りに見えて、これは実写で撮っております。 MV もとっても気持ちいい感じに、こういう、振りもね、ジョイ君っていう、ダンサーにつけてもらったんですが、それもちょっとあるので、ぜひ皆さん見てみてください。8月31日にビルボードライブ東京で、バンドセットでライブをやりますので、皆さんよかったらぜひぜひお待ちしております。大阪ね、大阪は兄家族が住んでおりまして、毎回来ると兄家族と難波で過ごすっていうスペシャルタイムがあって癒されてます、はい、というわけで、割とまあアウェイのような、まあ、家族がいるからホームな感じもありつつな感じの、大阪です。よろしくお願いします。というわけで、エクスタシーぜひ楽しんでください。ひとみといでした。